皆様こんにちは。31歳でファイアしたゴルメ OBS 参上ということで、皆様にこちら私レッドピル競争会長からお詫びの言葉を、申し上げさせていただきたいと思います。私ゴルメ OBS 昨夜の夜中ライブすっぽかしてしまい大変申し訳ございませんでした。会合の後に眠くてこれを賢者タイムというのかわかりませんが、私ですね眠くて寝ちゃいました。てかもう眠かった、マジで眠かった。昨日ね昼寝したんだよ。朝早く起きすぎたのかわかんないけど、それで昼寝したんだけど夜も、ね、眠くてさ、でそういう感じでマジで謝罪する気があんのかお前裸でみたいな、ゴリの背中見えんのかみたいな感じでさアホかって思うかもしれないけど、ジャングルにいるのよ今ね。だから許してちょって感じでね、みんなごめんな、あの枕濡れたか、ゴリが来なくてゴリロスで枕濡れたやつスマッチョレッツボーということで、今日はですね、ビットコインイム急落、そして FOMC 議事録、今週の曜日に議事録公開ということで、今ブルトラトラップ中、しかもドンピシャのブルトラップということで予想的中させてしまいましたゴリ。これで皆様のスマッチョとプロテインライトスムージー代を献上させていただきたいと思います。ということでレッドピル競争と一緒にブルーピル社畜奴隷から脱サラファイアしたやつはこの指と生まれということで、ビットコインやっていきたいと思います。はい、ということでですね、まあビットコインなんですが、2万7000のね、ここがレジスタンスになって、落ちるよねっていうの、確率高いよねって言ってた、これですよ、これ。これ、ドンピシャじゃん。ドンピシャやん。ということで、お前ら、お賽銭投げろ。完璧だろ、これ。おい。ドンピシャやろ、これ。ローアーハイって言ったよな。こっから、ローアーハイで、なし崩し的にこうやって下に下がってきてんだよ。これは弱いんだよ。ベアレッシュなんだよ。まあ信頼するソースも言ってたけどね、まあゴリもそもそもこういう風に見てたから、まあ200日までここまで2万8000とか最大で3万まで持っていく可能性あるけども、その場合でもそのソースはまあショートをね溜め込むとか言ってた、だからどっちに行くかは分かんないけども、まあまあまあこれが今プレイアウト中。しかしじゃあこの後どこまで落ちるの教えてゴリモフィアス先生競争みたいな言われると思うんだけども、これはねゴリがね巻いてんのよ。これはね、レンジに、ね、なる可能性もなくはないね、このボックスの中でね。だとりあえず2万6000のね、前回のね、底をぶち抜かないと、下の次のね、次のところもね、貫通は難しいかもわかんない。だから、まあ、どっちかわかんないよ。わからんけども、今この辺で。だから、今、うまくね、落ちてるっちゃ落ちてるんだけども、これがどのくらいまで落ちてるかわかりませんって話なのよ。まあ、だから、起点になるね、上のところはわかるんだけどもね。上のレジスタンスってのは明確化されてるんだけど、下がね、どこまでかっていうのは、まあ、とりあえず前回の26,100をね、突き抜けてからじゃないと、ね、25,000のね、壁、膜っていうのかな、膜貫通まではまだまだ。だとりあえずここで、行ったり来たり、今度はレンジにする可能性もあるからね、これ、ここは当たったけど、今度どうなるかって、こうなる可能性もなくはないから。で、200日落ちてくるまでね、またこうやって、今度ベアトラサーモンからのブルトラサーモンで、みたいな。こうなって可能性もなくはないし、すぐにね、こうやってスピード、ハイスピードでこっちに行く可能性もなくはないし、ここは分かりません。ね、短期。短期は分かりません。ね。まあ、ただ、ここまで、いずれ、時間かけて、ここのね、2万5000まで到達する、もしくは2万6000のところ、到達することは、かなりの高確率かなと、っていうふうに思ってますので、ここでね、レバロングしてしまった、ブルガモたち、な、これはナムアミダブツではないけどもね、今から即でね、売ってね、売るっていうのは、損益確定させて、ね、レバレッジをなくすっていうふうにした方が賢明だと思うよ。まあまあまあ、現物で買うのをね、反対しないけどね、レバロングとかレバショートしてるやつらは、ね、行っちゃってるっていう話してるだけなので、そこで勘違いしないでね。で、まあ、あれなんだよね。昨日会合があってさ、すんげえ眠かったって話ね。提案で、なんでや。バッチ来い。クジラの御用台教えてくれ。クジラの御用台、これまだね、発射しないからね、やっぱそうやな。大暴落待ちってことなんだよな。潮吹き待ち。
潮吹くとさ、大変だよ、掃除が。何の話や、言っちゃってる。 いやー、マジ昨日眠かったんだよ。で、昨日考えてね、ミスったことをね、みんなにね、お知らせしたいなと思うんだけども、まあ、今日もね、雑談ライブではないから、ちゃちゃっとね、情報をね、みんなにお伝えしたいなと思います。ということで、SP500 とかね、今週のね、重要なね、経済ニュースっていうのをね、まず紹介していきたいなと思います。ということで、今週の超重要指標をまとめ。水曜日、イエレン財務長官がボラを吹く。 そして FOMC 議事録公開。木曜日、Q1 の GDP データ公開。さらに、パーソナルコンスーマーエクスペンディチャー PCE インフレデータ公開。こちらはね、CPI のコンスーマープライスインデックスじゃなくて、パーソナルコンスーマーエクスペンディチャー、消費の方ね。消費が強いのか低いのかってね。そして今週 FOMC の5人のメンバーがスピーチ発言。結論、おむつ買い増しや。ね。ということで、水曜日、Treasury Secretary Yellen Speaks。Wednesday、Fed Meeting Minutes 議事録。Thursday、Q1 2023 GDP Data。PC Inflation Data Friday。Total of 5 Fed Members Speak。ということで、おむつや。おむつ相場。でもないけどね、正直。まあ、持ってるのあるけどね。で、まあ、チャット GPT もそうだけど、こっちはね、SP500 でまだ暴落終わってないよなってことで、ね、I'm not so sure the bear market cycle of today is over yet。だからこれね、白がね、白ちゃんです、わわわ。白ちゃん、日経225。これはいつんだ？あ、これ1900、あ、なるほどね。これ1993年のね、時と比べて、まあ、これデータフィティングしてるかって言うと、してるようにも見えなくはないけどね。似てるよね。サイクル的にも。時間軸的にも似てるよね。これちょうどドットコムバブルじゃなくて、日本のね、バブル崩壊の時よ。ゴリがおぎゃーした時知ってる？ゴリがおぎゃーした時この辺よ、大体。ゴリがこの世に誕生したこと、お前ら祝え！ゴリ誕生祈願！ バブル崩壊とともにね、生まれたレッドピル教祖でした。みたいな感じ。で、似てるよね、すごい。これも。ガクンと落ちて上がってって、で、てっぺんから落ちて、またブルトラして落ちて、今ブルトラ中なのよ。で、ブルトラしてまた落ちて、これ SP500 とすごい似てると思うんだよね。だから、まあ、あれよ、狂気の沙汰じゃないけどね。限界突破熱望。あ、米国株45%暴落か。負債限界突破か。ね、負債限界を、あれなんだよね、上限をね、上げられなかった45%で暴落する可能性があるって、ホワイトハウスのね、ジョー・バイデンが言ってたらしいんだよ。バイデン熱望や、落としてくれいって感じで、これ、切り抜きだからね、みんな見ろよ。みんな復讐必須や。しかも、切り抜きのさ、無駄にサムネクオリティ高いな、そうなの。切り抜きのサムネめっちゃすごいんだよ。ジェネレーティブ AI 使ってるからね。まあ、ゴリのね、サムネもね、ジェネレーティブ AI 使い出してるけども、今日のとかね、これね、これね、何でこれ出したかっていうと、ビットコインクラッシング to the earth。to the earth ってやったらね、これが出てきたよ。だ to the moon の逆ね。to the earth。だから、すごいよ、ジェネレティブ AI。だこれね、これ、ジェネレティブ AI で作ってすごいよね。ゴリ。ゴリ。ということで、お前ら必須や。な。復習必須。そして、ええ感じで QT 進んでる。M2 money supply has been contracting since December 2022。2022年の12月じゃないだろ、これ。2021年の12月じゃない？ピークは。だこんだけね、キッツキッツになってんだから、まあ、米株やばいでしょっていうのね。まあ、だから、あと半年ぐらいね、時間がね、ラグがあってから落ちてくるってずーっと言ってるけどもさ。それを見越して、今からね、備えを常にね、震災準備スターターパックみたいな感じでさ、おむつね、暴落準備スターターパック、おむつ、あとなんだ、カッピカッピになった時のためにウェットティッシュ。濡れる時のためのおむつとカッピカッピになった時の、赤いティッシュさん。そこと、あとなんだろうね。大事なのって。あと水だな。水大事じゃん。これやべえだろ。SP500 だ。これ絶好のショートパターンだもんな。ここがだってさ、レジスタンスでしょ。サポート、レジスタンス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 。で、今 QT してんだもん。QT してんだからさ、QT は正義でしょ。っていうふうに、まあ、いつも言ってるんだけどさ、
どれだ？フェットの、あれね。フェットのこれかな？うん。まあ、これ見てわかるよね。財務省がこれ QE しちゃってるね。ちょっと上げちゃってるから上がってるのね。で、これは無視しましょうって話やもんね。だって、いずれ、ね、パウジーが勝つんだもん、結局。どこだ？フェットのさ、バランスシート。これか。こっちやな。このグレーのがバランスシートね。うん。銀行救済から上がってからの下がってきて、で、これが下がってくるから。財務省がいない。矛盾して QE しちゃってるから、今ね、矛盾してるけども、このピンクが落ちてくるから、落ちてきたら下がってくるから、な、お前ら大丈夫や、な。ということで、まあテスラとかもね、今は上がってるけど、これ QE のあれと一緒よね。うん、QE してるから上がってるっていう理由付けでいいと思うよ、これ。米株全面的に上がってたもんね、アップルもそうだけど。うん、これでいいと思うよ。これが理由でしょう。うん、ということで、お前ら騙されんなよ。これもそうじゃん。どっちもちょっと上がってるから、これがガクンとね、去年の9月更新しないんだよね、ここの9月のラインを。だから更新するときが来たときには、ね、もうおむつ3枚重ね着で、ウハウハな状態ってことで、まあ、QT っていうのは一番ね、影響がでかい、ね、上流にあるものだから、最上流のね、影響力持ってるからね。てか、ゴリの背中、ずっと世界に公開してた。やば。まあ、普段はさ、まあさ、ね、裸だとね、メスゴリ視聴者がビビっちゃうからさ、オスゴリ視聴者向けなら大丈夫だけどね。まあ、ゴリの背中、俺の背中についてこい、スマッチョレッツボーって感じかな。うん、で、今週じゃなくて先週の AI ニュースまとめ。 AI すんごいスピードだからね。チャット GPT がアメリカでスマホアプリリリース、すごいね。さらに表情を簡単に笑わせたりできる AI ツールがね、研究リサーチで公開されたと。そして Google Bard が無料でリリース。ね、チャット GPT の有料版にね、対抗するため無料でね、公開して、まあ株価上がったよね。Google の決算じゃないけども、IO イベントで CEO がさ、Bard 公開してね。でもこれちょうどさ、こうちょうどだよね。ドンピシャすぎだよね、ここ。うん、だから、絶好のショートバトル言ってもいいと思うよ。うん、長期で見たらだよ。うん、だってこれから下がってくんだもん。ここ抜けらんないよ、そんな簡単に。ここもそうだしね。うん、これはね、むしろあからさますぎるところのショートバだと思うよ。アップルもそうだけどね、アップルここね、うん、これはドンピシャでしょ。でマイクロソフトもここやな。このレジスタンスライン、俺には見えるんだけど、お前ら見えるか。ここだぞ、ここね、ここでしょ。どう見ても今でしょみたいなね。アマゾンだ。ここまで上がってくれるとあからさまだよね。うん、これからまだ利上げ道半ばでね、これからね、ここが底ついたっていうのはちょっと明らかにおかしいし、2年国債もね、逆イールドすごい。今2年国債イールド上がっちゃってるもん。これだからインフレ懸念よ。まずまだインフレがね、懸念がまだ終わってないから、この国債上がってんだよ。でその後にリセッション懸念で落ちるんだよ。うん、だからまだまだまだ、うん、いい感じや。それで円安138円いっちゃってる、うん、やっちゃってるって感じかな。うん、まあ、ビットコインがね、今ね、ちょうどいい感じでね、落ちてきてきてる。まあ、三尊のね、ローカルのレジスタンスプレイアウトしてくれてるから、これね、まあ、さっさとね、景気づけに、うん、これ三尊だよね。ここのボックス抜けてほしいよね、早めに。うん、で、落ちてほしいなと思うんだけど、まあ、これ今、的中中だからね。お前ら的中の、お賽銭な、投げろ。まあ、スムージー飲みすぎてさ、そう、今日はちょっとね、最後なんだけども、1分雑談で、おとといか、土曜日か、会合入れすぎてスムージー飲みすぎた。シュガーハイになってもうたかわかんないけどさ、翌日から腹減ってんだよ、朝から。朝から腹減ってさ、よくないよ。やっぱ炭水化物入れすぎるとお腹減っちゃうんだよ。で、それでお腹減ると、やる気が出ない。眠くなるのは炭水化物上がってから落ちるときなんだよね。インスリンスパイクから下がるときに眠くなるんだよね。それか分かんないけども、うん、なぜか分かんないことに、まあ、やっぱり眠くなった昨日はね、まあ、朝早く起きすぎたのかもしれないけどもね。うん、まあ、だから、依然とやっぱりね、ファスティングするのっていいなって思った。失敗したわ。眠いし、エネルギーないし、だから勉強とかね、学習もね、ちょっとやる気なんなかったもん、昨日、疲れて、眠くて。で、眠いって、疲れてるから眠いじゃなくて、炭水化物のシュガーハイからクラッシュするときって眠くなるんだよ。インスリンがね、
インスリンが上がると下げようってなるから、肝臓にね、栄養を蓄えちゃおうってなっちゃうの。血糖値が上がるっていうのは、血液の中に糖ね、砂糖とかのね、あれがグリコーゲンとかね、多すぎると栄養過多だから、あ、栄養ありすぎるから蓄えようって肝臓にね、蓄えようアピールするの。そうすると、ね、血液の中がこうグッてね、インスリンが下がるようにね、まあまあ、その後ね、インスリンが上がって、その後下げようってなる。下がるとき眠くなるんだよ。だからね、なんかすんげえ昨日疲れた。疲れてたし、メスゴリ会合中もね、疲れた。なんであんなね、うろうろしてたのか分かんないくらい疲れて、っていう感じ。だからね、やっぱりファスティング大事だなって思ったよ。仕事するにも。エネルギーのね、エナジーレベルが全然違うなと思ってね、嫌だった。あんだけ疲れたのね、もう4ヶ月、2、3ヶ月ぶりだと思うよ、ああいうの。これ疲れるけど、眠くなったりみたいな、そういうなんかね、なんかやる気が出ないみたいな、ないんだよ。あ、でも昨日サウナ行ってねえな。やべえ。やっぱサウナ行ってなくて、シュガーハイはやべえな。まあ、ということで本日はですね、こんな感じで、最初の動画、終わりにしたいと思いますので、今夜のマーケットオープンで皆さんとお会いできることをお待ちしております。スマッチョ熱望、また後でお会いしましょう。バイバイ。